こんにちは、スミヤです。アストロカーで車中泊の第2回目です。今回は春の銀河巡りです。光害の少ない場所での電子観望は初めてです。シリウスロードが湖面に映っていました。淡い銀河の光を集めるために、光害カットフィルターではなく、IR UV カットフィルターを使います。自宅の電子観望との違いに注目です。ステラリウムで見たい銀河を選びます。望遠鏡操作ボタンをクリックするだけで、シンスキャンが目標に望遠鏡を向けてくれます。シャープキャップでプレートソルブをクリックすると、銀河が画面中央に表示されます。ライブスタックをクリックすると、時間とともに鮮明な姿が浮かび上がります。このルーティーンで銀河巡りをします。ソンブレロ銀河、ボーデの銀河、ハマキ銀河、花輪銀河、回転花火銀河、子持ち銀河です。ぜひご覧ください。あ、ここに葉巻銀河が紹介されていますね。はい。オリオン座が東に沈んでいきます。シリウスが地平線に近づくと、湖面に光の筋が現れます。シリウスロードと呼べますね。冬の大三角が沈み、春の星座が夜の主役です。M104 は乙女座のスピカの近くにあります。ソンブレロ銀河と呼ばれています。メキシコのつばの広い帽子を横から見た形です。中央の丸い突出粒の輝きが美しい銀河です。スピカ、アルクトゥールス、北斗七星をつなぐと、春の大曲線となります。北斗七星近くの銀河を見てみましょう。M81 は1774年にヨハン・ボーデに発見され、ボーデの銀河と呼ばれています。2本の腕がきれいに伸びた渦巻き銀河ですね。M82 は M81 の重力の影響を受けて変形しています。そのため大量の星が形成されるスターバースト銀河です。中心部から極方向に水素ガスが噴き出しています。NGC3077 は花輪銀河と呼ばれています。M81 の重力の影響で破壊された楕円銀河です。M101 は大熊座にある渦巻き銀河です。回転花火銀河と呼ばれています。回転花火を上から見た形です。大きく伸びた腕が美しい銀河ですね。M51 は猟犬座の渦巻き銀河です。すぐ近くに番銀河 NGC5195 があります。番銀河を含めて子持ち銀河と呼ばれています。ハテナマーク銀河とも呼ばれています。銀河の渦巻きと小さい番銀河でクエスチョンマークに見えます。いかがでしたか？今日の動画は以上です。アストロカーで車中泊の第3回目も予定しています。乞うご期待です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。あ、ビクセンの3月のカレンダーを見てみましょう。まず、今紹介した葉巻銀河 M82 がここに出ていますね。写真も出ています。M82 の写真がここに出ています。スターバースト
スターバーストを起こしている姿がわかりますかね。はい、極方向に、赤い、フィラメントが出ています。それから3月3日は水星と土星が大接近するそうです。今日が3月2日なので明日ですね。ぜひ見てみたいですね。3月20日には明け方の明星を探そうということで金星の紹介がされています。また皆さんと共に、電子観望を楽しみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。